トドウ、うえぇーい、スピードないイメージが強いかと思うんですけど、いやそんなことないぞということで、今回はスピードを見せつけたいと思います。面白い試合が見れるんじゃないかなと思ってます。特に短距離走だから、どれだけ恐怖心を拭えるかっていうのがキーになってくるんじゃないかなと思ってます。日本というよりは、まあ、海外のフードファイターみたいな感じがして、すごい僕的にはテンションがぶち上がる感じですね。あまり早食いは得意ではないので、あまり差をつけられんように頑張ろうとは思う、うん、あのブリトー自体がその人生で1回しか食べたことなくて経験がないんで、その食べながらその食べ方を掴んでいく感じになると思うんですけども、な、自分のベストを尽くせたらいいかなって。なんか食べる技術とか、まま、多少変わるかもしれないんですけど、メンタル的にというか、自分のチームの方たちの足を引っ張らないようにしようとか、なんかよりこう気合が入る感じはしますね。はい、というわけで見事8レース1着を取りました小川優馬選手にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。第21回ガオー長いよ、おもろいよさあ小川さん、始まっちゃいましたね。ガオーが、ガオーが久しぶりですね。お久しぶりのガオー、小川さん、はい、ちょっと何やるのかとかいろいろ教えてくださいよ。そうですね、渋谷区道玄坂にいます。はいはい、タコベルさんね。お、ほい、今回はご協力いただきました。タコベルさんってどういったお店さんなんですか？タコベルさんは知ってる方いらっしゃいますかね。あのタコスのお店になってまして、うん、はい、タコスやブリトーやアメリカンフードが楽しめるお店になっております。あ、タコベルさんで、はい、今回ガオーと、え、実際どんな感じですか、内容は。今回21回目のガオーはチーム戦となっております。うん、チーム戦結構好きなんですよ。チーム戦、チーム戦です。お、はい、久々じゃない。久々です。東西線とかいろいろありましたけど、はい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 、それででですね、今回はあの、うん、タコベルさんの、うん、まあ、推しのブリトーを使わせていただいて、うん、はい、対戦していこうかと思っているんですが、はい、1チーム、3名です。3名、はい、3対3のバトルです。なるほど、じゃあ、まあ、ガオーではおなじみのパターンだ。はい、そして、まあ、先方中堅大将とチーム決めていただいて、はい、はい、順番に出てきて、はい、チームの総重量どっちが多く食べたかっていうのを競う感じです。じゃあちょっともう早速ですけど聞いちゃっていいですか。はい、気になるメンツをお願いします。気になるメンツですか。はい、気になるメンツは、まあ、マッス・スズキ、はいはい、武士殿、武士殿、はい、おー、ネイサーズ5位取った武士殿、すごかったですね。はい、そしてネイサーズ世界2位を取ったエビマヨちゃん、エビマヨちゃん、はい、おー、そして今注目のリュウさん、リュウさん、さらにですね、最近ちょっと、動画では見させて、はい、顎が強くなったであろうというケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃん、そして、うん、スピードスターといえば、はい、ドラゴ君、おー、名優ですよ。はい、この6名で、はい、20回ガオーやっていこうと思うんですが、はい、今回ちょっと特殊なのがですね、時間が短いです。お、何分ですか。1試合15分でございます。15分、はい、でブリトー、ブリトーです。あー、それはかなり特殊ね。特殊です。で、ちょっと違うのが1試合目が15分、2試合目も15分、大将戦だけ20分になってます。おお、大将戦の食材のブリトーだけ、はい、ちょっと大きいんですよ。あ、その先方中堅大将って全部食材が違う。違う、ブリトーはブリトーなんですけど、はい、タコベルさん一押しのブリトーを3種類用意していただいたので、ちょっと食材に対してのアプローチだったりとかも違うんですよね。はい、そこら辺も踏まえてチーム決まったら、はい、チームでミーティングして誰が大将やるか決めてください。今回のまたガオーに、うん、はい、花を添えていただける、はいはい、いつものタレをお呼びしております。例の、はい、今回はスポンサーで来させていただいたパンちゃんと言います。いつもいつもありがとうございます。非常になんかこっちまで緊張しますね。なんか僕個人が見たかったものが今日見れるのかなと。結構かなり早組な感じになりそうなんですけど、その辺は患者的には全然あり、僕的にはありですね。おー、はい、じゃあ過去一が楽しみにしてます。お、ですか、はい、ありがとうございます。ということで賞金もいつもよりちょっと多めに、お、診察で全て入れてきました。おー、はい、パンちゃん賞、
これはチームですね。チームに差し上げるという感じで分けていただいた後で、はい、まず本当にいつもありがとうございます、はい、じゃあ今回そんな感じで、はいはい、ということです、はい、今回、うん、はい、このガオをやっていく中で、はい、ポコスリムさんも、なんてなんて、ポコスリムさんも、ちょっと待って、今一番大事なことは、はい、なんすごい、ポコスリムさんも、ポコスリムさん、はい、協賛してくださいました、ありがとうございます。はい、ポコスリムはですね、はい、まあ、篠健くんがおすすめしてるダイエットサポートサプリなんですが、はい、今なんとね、健介くんが3ヶ月ポコスリムダイエットサポート企画というのをやってまして、で、今ちょうど2週間だったんですよ。今ね、2週間だった、2週間だったんですよ、あれから。ここでちょっと2週間のビフォアポンポンと貼るんで、え、お腹の、はい、2週間で6キロぐらいいってるでしょ。100切ったの、起きてもすぐに。すごいじゃん。で、一応目標は3ヶ月で30キロ痩せたいって言って、ありなんじゃない。でもやっぱいっぱい肉ついて、俺も経験あるけど結構痩せやすい。でも自然だけだとあれだから、これでしょ、これの力で治ることでしょ、はい、いいじゃない、健康になっちゃおう。ちなみに僕も毎回痩せたって言われるんですけど、今めちゃめちゃ飲んでます。すごいじゃないの、ココスリムさん。本当に食べるのが大好きな方に僕はおすすめです。お糖の吸収とか抑えてくれるのにと、あとですね、乳酸菌が1億個入ってるんですよ。おすごくないですか。わかんないです。わかんないです。僕もわかってないです。とにかくすごいと。すごいみたいです。これは何、はい、概要欄から飛べる。はい、飛べます。あ、皆さんもぜひ、はい、ぜひ試してみてください。今回のチーム決めなんですけど、チーム決めはガチンコグーパーでいきたいと思います。はい。はい、せーの、グーパージャス。グーパージャス。おお。おお。お願いします、はい、お願いします。もう1チームがムーシードラゴくん、ゆうちゃんチーム、お願いします。15分と20分で考えたときに、どのぐらいっていうか、結構いけるなって思う人多分そうじゃないか分かれると思うんですけど、どっちだと一番得意なやつで、要はこれ総じるじゃないですか、だから一番得意なやつが一番いいと思うんですよ、おのおの。得意とかじゃないんですけど、ちょっと気持ち的にめちゃくちゃ盛り上がって、対処してもらってもいいですか。小野さん、じゃあ、20分のやつで、大丈夫ですか。対処一番手の方がやりやすいかな。いいですか、頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。前方は第一の有無だ、これです。第二の有無は有無だ。第三の有無が有無ですね。有無です。なんで対象が決まったかっていうエピソードを話しますか。確かに名乗り出てくれた。そうですね、やっぱ若さとフレッシュさが、うん、大事かな。やはりロートルではもう20分戦え、ね、戦えなので、そういうことだ。いや、久しぶりのガオーなんでワクワクしてます。自分の、まあ、イメージとしてはケンチャンネルのイメージ、スピードないイメージが多分強いかと思うんですけど、いや、そんなことないぞということで、今回はスピードを見せつけたいと思います。結構このスピード勝負っていうのはガオーだったら割と珍しい方の部分に戦いだと思うんで、面白い試合が見れるんじゃないかなと思ってます。特に短距離走だから、どれだけ恐怖心を拭えるかっていうのがキーになってくるんじゃないかなと思ってます。怪我を負った獣が一番怖いってことを見せつけますよ。では、5、4、3、2、1、スタート。おーい、イエーイ、イエーイ。おお、いいな、良いのよ、いいよ、いいです。ドラッグのいいペースだ。
これ2軒目。すごいことになってる。6分経過残り9分。
経過、ダナンゲラ残り8分。4皿、4皿完食。後半戦、残り7分。9分経過、残り6分。顎が疲れそうだな。残り6分。うん。実は15分からずっと動いてるんですよ。うん。フル稼働だ。これは有無ですよ。いや、有無だ。これは有無です。
藤君、5皿かと。セーブ、これマラスが並んでおる。最後は口に入ってれば。はい。ラスは並んでおるぞ、ドラゴン。13分経過、あと2分です。13分半、残り1分半です、残り1分半、残り1分半、残り1分半、最後、口に入れちゃった方が、残り1分です、残り1分、残り1分、どうぞ、口に入れてる分は OK です。30秒前、10秒前から酸素出します。おかわりきた、いけいけいけんちゃいね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。先鋒戦の結果の発表を下させていただきます。チームマックスされてますね。はい、源ちゃんがぴったりですね、18本完食ということで、お、食べた量が4680です。ドラコ君が17本と18本目の食べかけが食べた量が 58g ということで、記録が 4478g。 差し軸を、チームマックスが今 200mg を1本ないぐらい、1本ない、はい、リードというところで、ほぼ互角のところだったのではないかなと思っております。これを引き継いで次のマックスと無事だけ、はい、はい、ところに行きたいと思います。ケンちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ブロックのおめでとう。日本というよりはまあ海外のフードファイトみたいな感じがして、すごい僕的にはテンションがぶち上がる感じですね。いや、もう運命なんじゃないかなと
勝手に感じてるんですけども、武士さんと戦えるのは本当に楽しみですね。特にやっぱり勝手に運命めいたものを感じてるし、ね、武士さんネイサンズでものすごい初出場で記録叩き出して、ちょっと聞いたら練習もほとんどされてなかったっていうそんな武士さんも胸を借り入れるなんてのはもう最高の舞台なんで、全力で楽しんで、なおかつチームのみんなに貢献できるようなスコアを残したいと思います。あまり早食いは得意ではないので、あまり差をつけられんように頑張ろうとは思う、うん、マックスは当たりたくなかった。だが当たった以上頑張ろうとは思う。弾き返す。よし、じゃあ5秒前からいきますね。5、4、大丈夫、3、2、1、スタート。よし、2分経過。おほう。かつ2皿完食。4分経過です。
5分経過。むしろちゃんとペースキープできてるから、ね、10分経過、残り5分で、10分経過、残り4分。
12分経過、残り3分です。残り3分、うん、まずゴーサーラー完食。13分経過、残り2分。武士4皿完食。残り1分です。残り1分、頑張れ。30秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。じゃあマックスからいきますね。はい。おい、完食量が17本と18本目の 82g ということで、食べた量が4502です。ありがとうございます。ジュノン2体3640秒です。すまんねん。その差が862g なんですが、第1試合目と合計すると、1064g、マッチマックスがリードしているというような状況になります。1キロです。まあ、この1キロ、まあ、でもね、今のところも 800g 差ぐらいはね、生まれることもあったんで、まあ、結果わからないなと思いますので、はい、このままじゃあ大将戦に行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ブリトー自体が、その人生で1回しか食べたことなくて経験がないんで、その食べながらその食べ方を掴んでいく感じになると思うんですけども、その何よりその相手がその格上のリマヤちゃんなんで、自分のベストを尽くせたらいいかなって、大将としてその恥ずかしくない戦いがしたいなっていうのと、ね、そのケンちゃんさんとマックスさんの勝利をつないで、チーム全体の勝利を掴みたいなって思ってます。なんか食べる技術とか、まあ、多少変わるかもしれないんですけど、メンタル的にというか、自分のチームの方たちの足を引っ張らないようにしようとか、よりこう気合が入る感じはしますね。今までの第1試合、第2試合でドラコさんとムシさんが築き上げていただいたものを崩さないように、足を引っ張らないように
貢献できるように頑張ります。リュウさんとは戦うの初めてなんで、多分1対1で楽しみです。はい、いきます。じゃあ5秒前からいきます。5、4、3、2、1、スタート。これもやるぞ。これ、うん、あれ伸びるスピード、うん、うん、食べ応えが。すごいボリュームだ。やばいです。モンスターモンスターすごい。喉が閉まっちゃうんで、なるほど、一回リスタートした方がいいですか。よっしゃよっしゃI'm gonna go to the hospital.
どうするか。どうするか。エビちゃんいけるよこれ。9分経過です。へい。お前だな。めちゃくちゃいい勝負です。アルフモンスターも結局だ。これからだよ、むしろ。確信しちゃうぜ。これ取り返しで9本食べてると、合計で7キロぐらいです。そんなことはない。マヨ殿はこのペースをさらに上げていく。10分経過です。詰まってない。おい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 、こう頑張ってペースを上げて詰まらない最初から召し上がってるよ、そこは詰まってない。
ちのポイントだから、ここに入ってきて、飲み込みづらかったら回数を試すのも良かったです。10分経過、残り9分。折り返し超えてもまだリード覚えてます、ね、パッチ追いつけてないです、まだでかいっす。めちゃくちゃでかいっす、いきますよ、絶対いけます。完全に俺らのリードが関係ないんだけど、あやどの追い抜いたんではないか、これは。お、全然です。抜いたか。いやいやいや、そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。あの、いいメガネ買った方がいいっすよ。マルクモンスターはやはりもうヘトヘトだから。ヘトヘトじゃない。まだまだサングラスで変じゃないか。マジで今、どっこいぐらいでしょ、今。いや、もう抜いてっから。いやいやいや、だってエビちゃんがほらギューってやるから。だいぶ後半に詰め込んでるじゃん。こっちもう均等食いしてるから。割とギューってやってたけど。え？なんで俺後半でかかったの、あれ。なんでこんな詰まってんだろう、風船みたいな。エビちゃん牛派だから全然いける、全然いける。13分でかね。OK、7分。皆さん、13分経ってようやく追いついてきたかなぐらいです、あっちが。いや、でも抜かれてんだよ。いきます、いきます、いきます、いきます。一番良くないのは心で負けることです。なんで帰ってきつかな。 OK です、OK です、 いいです、いいです、いいです、 OK、 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 むちゃくちゃ焦ってる、むちゃくちゃ焦ってる。競馬で言うと、花差ぐらい。花差いいですよ、いいですよ。着実に14分経過。口の中で状態を起こすと元も来ないです。一旦冷静になった方がいい。いいですよ、抜かれたって仮に抜き返したらそれだけでしょ。いけるいける、リュウさんでいけるよ。それだけの話です。まあ、抜かれてないんですよね。抜かれたとても急いでいこう。あ、こちら落としいいっす。あ、行きましょう。この行けますか、行けますか、行けますか。だから実はエビちゃんが忘れてると思うんですけど、追いつけてないから。エビちゃん一戦も追い抜ける時間入ってるから。15分経過。オッケー。やるわけです。わかりません。5分。ラストゴールです。ウォーミングアップ終了です。いいっすね、ウォーミングアップ終了っすね。仕上がってるよ、仕上がってるよ、ボディ。いいねよ。いいよ。OK、 普通に勝てるんじゃねえかな、これ。 OKOK、 マジでいい勝負してます。むちゃくちゃいい勝負な、これ。1キロ差つける。 OK、 リュウさん、いい、いい、いいよ。個人戦で勝てると思ってたんですよ。いいですね。
そのこれでかいっすね。でかいっすね。マジでかい。チーム戦ですね。いやいやいや。ガラシャガラシャガラシャ。誰のせいだろう。リュウタイム、リュウタイム。そう。リュウタイム。16分経過。一応4皿完食。オッケー。かかっちゃう、かかっちゃう、かかっちゃう、かかっちゃう。リュウタイム、リュウタイム、めっちゃかかってる。だいぶでかいっす。これマジでかいっす。いいです。すごい。よー、マスバは。よー。アルクゴールの準備いけ。どういう意味が分かんない。どういうこと。どんどん、古舘一郎さんみたいにどんどん出てくる。出てくる、出てくる。いいよ、かかってるよ。残り3分です。残り3分。残り3分。残り3分。考えてる、考えてる。青筋立ってるよ。立ってる、立ってる。いいよ、血管見えてる。ナイス血管。いいっすね、いいっすね、リュウさん、マジで。いいっす、幸せっす。めちゃくちゃいいっす、めちゃくちゃいいっす。幸せっす。なかなかこのタイミングで上げられないっすよ。いいっす、最後に駆け抜けましょう。結果発表から注目するリュウさんが14本と164グラムで合計が5342グラム。みーちゃんが13本と284グラムで5094グラム。やばい。リュウさんすごいよ。250っすね。はい。で合計がですね、まあ、全部足すとチームマックスが1314グラム合計で上回ったということで、今回第20回が終わ、チームマックス勝利です。イエーイ。ありがとうございます。代表者リュウさんです。はい、リュウさんで、これはもちろんリュウさんで、熱いバトル見させていただきました。じゃあ、パンチャン勝負、これから分けてください。はい、これからも熱い戦いを見せ続けます。ありがとうございます。熱い。チームプレイ。
ねえ知ってる？最近話題のすごいサプリあるらしいのよ。なになに？ポコスリムって言うんだけど。ポコスリムって可愛い名前ね。可愛いでしょ。しかも今界隈で大注目されているターミナリアベレリカが配合されているの。誰よそれ。インドの伝統果実で糖と脂肪の吸収を抑える効果が認められているの。糖と脂肪の両対応できるのは魅力的ね。すごいところはまだあるわ。入っていると何かと嬉しい乳酸菌がなんとたった2粒で1億個入ってるのよ。億って桁がおかしいわよ。さらに他にもウコン、高麗人参など健康的な毎日をサポートする成分が全部で20種類以上も配合されているのよ。ちょっと効果盛りすぎじゃない？インフレすぎたソシャゲの限定キャラみたいになってるわよ。さすがに値段も高いんじゃないの。毎月届くテッコースならなんと初回980円、2回目以降も通常より 10% 安い3580円で手に入れることができるわ。サプリってまず使い勝手や効果知りたいから紹介980円助かるわね。しかも今ならテイクコース入会で限定のシノケンお箸がもらえるそうよ。あらお箸のプリントがキュートね。普段使いできる点も実用性高くていいわ。紹介980円だしとりあえず試してみようかしら。気になった方は概要欄に記載の URL から要チェックね。